こんばんばはシグマです今日は自分よりダメな人に不満があるというテーマで話してみたいと思います。あね、きっとみんなね、誰だってこう自分よりダメな人に対して不満を感じることがあるんじゃないかなと思う。例えば、えー、車を運転してるときとかね、もうそこ早く曲がれようとか。 入れてあげてんのにさ、なんか挨拶ばっかりして全然入ってこない人とか、もう挨拶いいから早く入ってきてよとかさ、思ったりとか、お店の人とかでもね、あん、なんでこう見てないのかなとか、えー、なんでそこに置くのかなとか、そういうのがまあ気になっちゃう時もあるじゃん。まあ仕事で行ったら、こう、後輩とか、ね、新入社員とかに、ああ、もうかってないな、みたいな、思ったり。 今度は上司に対しても、あの、こういうとこなんで全然できないじゃんって思ったりとか。まあそういうふうに、口に出すかどうかは別としても、こう、ねこう、自分よりダメだなと思う人に対して不満を持つっていうことがみんなあるよね。で、まあそれはなんでかなって考えると、うんと、まあね、社会を生きていく上で、うん、一人で生きていくわけじゃないから、やっぱり連携が必要だし、 そういう意味でパスが通らないといけない、まあ。コンセンサスが取れないといけないっていうのがあるから、あの、そういうことがね、こう出てくるわけだけど。まあでもその時も、まあなんでそういうことが出,出てくるかと考えると、人はね、みんな自分の中の正しさっていうのをこう中心に行動していると。まあ、それをで展開していっていると。で、この自分の中の正しさは別に絶対的に正しいとか、 自分には間違いがないんだってそこまで思ってる人というのはまごく一部で、頑固な人で、まあ、日々その辺はアップデートしながら、まあ、今の自分の正しさというかな、指針というか基準みたいなものが育ってるわけじゃん。うん、で、まあ、その自分のその今育っている正しさを中心に自分よりダメな人間に対して不満を持つと。ダメ出しをすると。突っ込むと、うん。いうことが起きてるわけで、 もちろんそういったことの繰り返しの中で、今度まだ自分もそうならないようにというね、人の振り見て我が振りを直していくというのがある。まあそういう効果もあるんだけれども、あの、そういうふうに思ってる今の自分だってさ、もっとできる人、もっと優れた人から見れば、同じようにダメなやつで不満を持たれるわけじゃん。 いや本当はね、そうじゃなくて、本当はできるんだけど、ちょっと気抜いてたとか、ぼーっとしたた時に、そこだけ見られて、あこいつ気づかないやつだなって思われてるかもしれないし、そういうこともあるだろうと。で、まあそうなってね、こう、もともとこう、まあ社会っていうのは、まあそういうふうに動いてきてるんだけれども、特にさ、最近は、こう、新入社員を育てたりとか、 他から来た人を、うんと、慣れるまでちょっとこう、様子を見たりしないで、即戦力かどうかと。で、育てるのはコスパ悪いと。で、少数精鋭でやってった方がいいよね。スピードも出るし、ね、チームワークもパスも通るしと、と、まあ、いうふうにどんどんなっていっているよね。そこに今 AI とかロボットとか、今どんどん入ってくるわけで。うん、で、さらにでもその上の人たち、さらに上の人たち、さらに上の人たちっていう、 人から見れば、またさらに下の人たっていうのは、不満の対象であり、もっと言えば無価値になってくるわけ。まあ、あんたらはあんたらで勝手にやっとけ。うん。まあ、自業自得だし、もう関係ないから、ね。で、プラスさ、人間にとってさ、こう、人の価値って平等かって、理想では言うけれど、やっぱり知り合いが死ぬのと知らない人が死ぬのとでは、全く人生に対して意味が違ってきてしまうように、 すごくできる人たち、上の人たち、超上の人たちから見れば、真ん中以下の人たち、いや、真ん中以下ところが自分たちより以下の人というのはもう人間でさえないような、何の価値もない。何も気づかない、何にも考えない、何にもやろうとしない、みたいなね。今見えてしまうし、そういう中で人心売買とかも起きていくわけだよね。 じゃあ、そうやって世界が今ちょっと大げさなところまで行ったけど、絶えず自分よりダメな人に対して不満を持っているっていうね。そういう流れしかないのか。結局自分もその一味なのか。うん。ね、さらに、さらに高度な文明の宇宙人や天使たちが来た時には、人間は、の一番上の存在図であっても、 天から見ればさらに低い。そういうふうにも書いてあるわけだけど、もう果てしなく上から見れば愚かなはずなのに。自分たちは自分を中心にあの正しさで見ているから、絶えずできないものに不満を持っている。そしてそれが自分にこう向上心の,あの システムの中に入ってるのはわかるんだけれども、ちょっとそれだけでさ、世界が回ってる。ね、どんどんそれが今加速していってるっていうのも、つまらなくないもう、普通すぎるっていうか。まあ、そんな中で、どうやって、じゃあ自分よりダメな人に対して <laughs>、できるかと。このダメな人って言い方もあえて言ってるんだけどね。そういう風に自分の正しさを中心に見れば、突っ込みたくなる人っていうね。 うん、それはなんか教えてあげるとか手を差し伸べてあげるとか、まあなんかいろんな言い方あるんだけど、なんかそんなことよりも、こう、意外な出来事っていうのがチャンスになるんじゃないのかなって思う。でこの意外な出来事っていうのは、まあこの流れだったらこういうふうに言われちゃうだろうな、この流れだったらこうだろうなっていうものであったり、まただ自分にとっても、あの、まあこいつはこうだみたいなういうふうになったときに、まあそれはそれとして横に置いて、 何かあの親切なことであったりとか、そこにこうもたらすと。すなわち自分の中の正しいっていうを基準を、まあ、育ててはいるんだけど、それはふと横に置いて、ね、本来ならこうなってしまう、因果で言ったらこうなっちゃう、いつもだったらこうなっちゃう、向こうも多分そうなるだろうと思っている時に、 まあそうならない。そうじゃない何かを、ポンと、そこに出せたら、結構チャンスになる何か気づいたりとか、なんか新しさを感じられるんじゃないのかな。もうそうじゃないと、もう果てしなく自分よりダメなやつに対して不満を持っている連鎖みたいなものが、そこにはこう、回転し続けてるじゃん。 でこんなありがちなさ、ワンパターンなことってもう、うんざりだからさ、もうそのうんざり、もうワンパターンめんどくさい、うんざりだっていうところに、ちょっとさ、違った、あの、ものを投げかけるみたいな気持ちでもね、いいから、うん、こう意外な親切。意外というのは文脈や因果からでは出てこないような、すなわち自分の中の正しさをふっと横に置いてできること。だからこそできること。 無意識とか自動的や、こう、こう、こうだからこれをやるっていうことではなくて、何の脈絡もなくというかある意味では、うん。そこに、こう、ポンとね、なんか親切を送るこれが、このありがちな、ダメなやつに不満があるだけで、どん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 こう、回っていっている世界の中でね、何かこう違った、 チャンスやきっかけになりうるんじゃないのかなと思うからさそうかもなって思った人はちょっとそれをやってみようよ、ね、うん、うん、ねはいやってみようじゃあねまたねバイバイ